と菅来期の2位監督に、ドイツ一部、バイエルンなどで、リーグ優勝などタイトルを、獲得したフェリックス、マガト氏、62、の、省営に動いていることが、4日、分かった。トスサイドはこの日までにドイツ国内で、同氏に条件を提示し、返答を待つ状況だという、森下仁監督、43、とは、来期の契約を更新しない方針。従来の走り勝つスタイルを、進化させるために、欧州屈指の名将に、悲願の初タイトル獲得を、託す、世界屈指の、奇軍曹、が、J リーグで指揮を終るかもしれない。トスの関係者が、この日までにドイツ国内で、マガト氏と面会したという、世界屈指の強豪、バイエルンなどで、ブンデスリーガを3度制した実績を、持つ同氏に、クラブ側は数億円単位の、年俸を用意。クラブが示せる最大限の、誠意は準備しているという。今期のトスは J1 第 2S14 位、年間総合順位でも、12位、ともに4日現在、と、低迷。就任1年目の森下監督の、下で組織的にボールを、つなぐようになった反面、本来のハードワークが影を、潜めていた。クラブ側は若手指揮官と共に、チームを成長させる方針を、転換。原点回帰へ向け、考える最高の人材として、マガト氏に接触した。マガト氏は米国軍人を、基地に持ち、軍隊式のトレーニングを、選手に課して徹底的に、鍛え上げることで有名。トスはシーズン前のキャンプでは3部練習を、市内の旭山にある階段上りが、伝統で、同氏との相性は良いはずだ。ブオルフスブルク時代に日本代表 MF 長谷部、シャルケ4では同 DF 内田を、指導。日本人の勤勉性も高く、評価している。トスは2期連続で赤字を、計上したが、リーグへの経営上の定期的報告などで、来期の J1 ライセンスが、認められている。経営面で上向きの兆しが、出てきた今、起死回生の一手を打った形となった。マガト氏の意向が確認でき次第、細部の条件など本格交渉に、いる模様だが、世界的な名将賞へ、意に成功すれば、悲願のタイトルも夢ではない。フェリックス、マガト、1953年7月26日、ドイツ出身、62歳、西ドイツ代表 MF で、82、86年ダブルハイ準優勝。現役引退後、92年からドイツ一部の、監督を歴任。軍隊式の猛練習で、知られ2004、5年度バイエルン、8年度ブオルフスブルクで、リーグ優勝。シャルケ4で日本代表 DF 内田、ブオルフスブルクで同 MF 長谷部や、FW 大久保東洋。13年度途中からプレミアリーグの、フラムを指揮したが降格し、14年度途中に解任され、フリーに、